フリードリヒ・ハインリヒア・コービの肖像。フリードリヒ・ハインリヒア・コービは、ドイツの思想家、著作家。自らは、非哲学の立場を衝動し、人間の活動すべての基礎、個性的な論称によっては到達できない、私と共に心的人格がある。ということの直接的な確信、すなわち、真の内に求めたとも称される。近年の研究によって、いわゆる、ゲーテ時代における、 ヤコービの主導性が認識され始めている。1743年にデュッセルドルフの裕福なドイツ系ユダヤ人の商人の次男として生まれた。1770年までは商人として生計を立てていた。1771年にベルク公国の宮廷メンバーとして迎えられた。そこでは財政への知識と社会改革への熱意から次第に著名になっていった。ヤーコビは 常に哲学と文学への関心を持ち続けていた。兄で詩人のヨハンゲオルクヤコービを介して、ドイツの詩人ビーラントと共に文学雑誌を刊行し、なおとどろかす。当時の学者層とも知り合いが多く、レッシング、ハーマン、ヘルダー、ゲーテなどとは信仰が深かった。ヤーコビは文才があることでも知られ、彼の微分に惹かれたものが多かった。 1785年のスピノザ論争を契機に哲学の論壇に登場する。1794年にはフランス革命軍がデュッセルドルフに襲来したため同地を去り、その後はハンブルクなどに座住した。1804年にミュンヘン学士院に哲学教授として招聘される。1807年から1812年まではバイエルン学士院の長を務めた。 夜行日の哲学的業績は、カント哲学に対する論白と、フィヒテ、シェリングラドイツ関連論の哲学に対する論争に、ある。夜行日の手法は、自らの哲学的な体系をポジティブに主張するのでは、なく、非哲学として、論争相手となる哲学体系の内部に沈遷し、その根底に潜む、非理性的なもの、合理的根拠の不在を指摘する、というものであった。 しばしば彼の用いる述語について、それらの厳密さの欠如が指摘されるが、そのことは、夜行日の思想の根本に論証的な合理性への不信があるということにも起因しているわけである。夜行日によると、信仰こそがあらゆる認識のエレメントであるという、個性による論証では、超感性的な対象を把握することはできない。しかし、人間の精神、人間の理性は、 論弁的な部分と並んで、超感性的、超自然的なものを直接的に受容する能力を備えている。それによって人間は何かしらがある。という事実を感情的に監督することができる。スピノザに代表されるすべての自弁的論称は、論理の媒介員の体系的な網目を循環しているだけであり、その体系を根底において支え保持している。 超感性的なものを捉えることができない。それは、第一次的な存在の直接的把握である、信仰の契機を忘却しているからである。従って、夜行日によればそれは、すなわち、スピノザ主義としての哲学は、無信論に等しい。信仰としての存在の根源的需要は、夜行日によれば、受動的なものではなく、同時に、 精神の自発的な活動によってなされる取り入れである。この精神の活動こそ理論的論証も含めたすべての人間の活動を基礎づけるべきものである。したがって、野工美の非哲学は単なるロマン主義的な非合理性を主張するだけでのものではなく、個性および理性の根源を徹底して思考するものであったと言える。ただ、その根源はそれ自体理性的なものではない。 それゆえ、理性的な仕方で、その存在と根拠とが、説得的に説明されうるものではない。このことから、夜行日は、論章によらない、信仰の立場へと立ち返ることが、一種の、飛躍ないし、死の跳躍によってのみ可能であることを認めている。以上は、スピノ座書館及びその第二版に付された第七、付録三章、半神論論像参照夜行日が直接与えた。 影響としては、モーゼス・メンデルス・ゾーンなどとによる、スピノザ論争がある。1785年、スピノザの学説に関する、モーゼス・メンデルス・ゾーン仕上げ書館を出版してからは、カント、ハーマン、ヘルダー、ゲーテラが論争に加わった。有名な、もの自体批判については、ヒューム論の末尾に付された、超越論的関連論について参照。無心論論争を、参照半心論,論争の後、 14年後の1799年には、ヨハンゴットリップ・フィヒテの家な追放をめぐり、無心論論争が起こった。この時やコービィは、フィヒテと思想をことにしつつも、不当な追放を非難し、フィヒテを弁護した。なお、このやりとりの中で、フィヒテの考えがニヒリズムであるということを指摘した。ドイツ語でのこれが、ニヒリズムという用語の哲学的な仕様としての起源で、ある、 というのが通説である。ちなみに、1733年にフリードリヒレブリックとゲッツがこの語をラテン語で原子論批判の文脈ですでに用いている。ヤコービによれば、絶対的な自我から全てを導出しようと試みる。フィヒテの一元論的体系は自我の他に実在性の根拠を持たない。ヤコービはここから自我の無根拠性を見て取り、無の上に、 自我の優を絶望するフィヒテの思想を、決めら主義ないしは、無を意志する無のみを根源とする、ニヒリズムであると規定した。野工美にとって、それはまた、絶対的実態の一元論を主張する、スピノザ主義と変わるところがない。スピノザ主義もまたその意味で、ニヒリズムであり、フィヒテ主義は、転倒した、スピノザ主義に他ならない。これらの論理的体系が帰結するところの空虚さを、 克服するためには、ヤコービ曰く、飛躍によって、信仰の立場に立つより他はないのである。1799年、フィヒテアテ書館参照、心的自物論争を参照1811年、神の事柄と、その掲示についてにおける、ヤコービのシェディング同一哲学批判と、翌年1812年における、シェディングの や、神ビ氏の著作神の事柄についての記念碑における反論を直接的には支持する。この論争は先行する半神論論争、無神論論争とも密接に関連し、19世紀前半を支配した宗教哲学をめぐる問題点を表立たせるとともに、それらを総括する意味合いをも持っている。論争の間接的な火種は、 シェリングの影響下で、ヘーゲルが1802年に発表した論文、信仰土地にある。それに対して、ヤコービは、ケッペン宛書館で応答してはいたが、1803年、それまで、シェリング側に立っていたエッシェンマイヤーが、哲学の非哲学への移行を書いて、ヤコービ側に、シフト、無限者から有限者への移行の不可能性という論点の下で、シェリングの同一哲学を批判した。 それに応戦する形でシェディングは1804年に哲学と宗教を執筆1809年の人間的自由の本質にまでつながる見解を用意した。この展開を1811年のヤコービーがどの程度踏まえていたかは問題である。というのもヤコービーのシェディング批判は自由論で展開された哲学というよりも主に彼の同一哲学に向けられていたからである。 夜行日の分泌活動は論争的でまた時局あるいは状況に即した領域で行われ1800年前後のドイツの思想会、論壇に影響を与えた。夜行日の思想は大抵付けられたものではなく、主に手紙でのやりとりや講義などによるものが多く、哲学的というよりはむしろ文学的な体裁でまとめられているのが特徴である。この時代に活躍した哲学、 文学者の著作によって、夜行日について言及されている箇所は、幾度も参見できる。ちなみに、著作集は全部で6巻であり、生前自身の手によって編集されたものである。また20歳の学生だったヘーゲルは、ヘルダーリンと共に、スピノザ書館を読み、1791年2月12日のノートには、半信論争のスローガンでもあった、変見パーンと書き付けている。 20世紀の間の世紀転換期において、夜光日研究が多く出版されるが、社会学、人類学の研究に移る前のレビブリルによる、夜光日の哲学もその中の一つである。1933年、ディルタイの弟子であるボルノーが、第イイチ夜光日の生の哲学を書き、夜光日が、生の哲学の先駆として、再発見された。ボルノーの研究は20世紀。 夜行日研究の原動力となった哲学的著作、書簡、小説、なお、1998年以降、新しい全集がマイナー社から観光中である笹沢豊、ヘーゲルと夜行日、スピノザ主義の問題をめぐって、講座ドイツ観念論五巻書集。ありがとうございます。